今回のネクスターズは2021年を振り返る総集編&反省会スペシャル。名場面を振り返るとともに反省点を見つけて今後の番組作りに生かしていきましょう。マサマジックのチャレンジマジックは携帯電話を使った衝撃サプライズ。今回も張り切っていきましょう。新時代情熱応援番組ネクスターズ。はい、ということで始まりましたネクスターズです。イエイイエイ。この番組は新時代への新たなネクストスターネクスターを探していこうという番組でございます。はい、ということでね、また帰ってきちゃったね、ここにね。また帰ってきたね。いやー、ちょっと懐かしいでしょ。懐かしいね、はい、まあなんかホッとするな。一んじ来たみたい。ありがとうございます。今回はですね、もう2021年、もう昨年ですね、のちょっと、振り返り、うん、そして反省点を見つけようかなと思ってて、ということで今回のネクスターズはパッションさんと一緒に2021年を振り返り今後の番組作りに生かしていこうという総集編&反省会を行いたいと思います。2021年は陸上短距離界のネクスター平川キラ君から始まり、リモート取材を含めるとおよそ60名のネクスターをご紹介しました。どのネクスターも個性にあふれ一生懸命競技と向き合っていましたね。それでは早速2021年のネクスターズを振り返っていきましょう。初戦ということで、うん、まあ、個人的になんか、記憶に残ってる回とか何かあります？あー、そうだね、あー、あのブレイクダンス、なんかみんなで踊ったブレイクダンスだったよね。ブレイクダンスだったっけ？みんなで踊ったブレイクダンス、そう、なんか普天間高校かどっかで踊りに行かれた。あー、はい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 、行きましたね、うん、あれ楽しかったね、はい、はいはい、あ、なるほど、うん、あ、結構あの覚えてるんですね、まあはちゃめちゃに一緒に合わせて踊ったやつですよね。そう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 、とりあえずなんかもう振り付けもらえるかと思ったらとりあえず好きな感じで踊ってくださいみたいなね、マジでみたいな。そうですね、びっくりした、いやいや、ちゃんと教えてくれるんじゃないの。こっからここまで教えるけど、あとの残りはもう好きな感じでやってくださいみたいな。あ、覚えてるんですね。あれはなんかすごく今ふと思ったね。はいはいはい。で、3年生になったら引退が5月かぐらいに、なんかそういうでっかいだったのみたいなこと言いなかった。はい、あ、ありま、はい、あるって言ってましたね。まあまあ、それまでには間に合います。間に合わすので。全然。ウィズパッションで。ウィズピーエ。ウィズピーエ。ネタが待ってるから。あと何だったかな。あとですね、やっぱ僕ちょっと感動したのが、うん、やっぱサーフィン。ああ。すごいクソ寒い時に入らされたやつね。風もめっちゃ強いしみたいな。確かにあの時はちょっと頑張ったかもしれない。あれ2021年一番頑張ったかもしれない。そうですね、なんかちょっと波に乗りたいっていう気持ちがあったんだろうね。なあの、そう、サーフィンだけが。あと最後覚えてるかと思うんですけど、高校卒業後エイト君どこに行くって言ってるの覚えてますか？え、なんか海外行くみたいなこと言ってるの、挑戦するみたいなこと言ってるの。そうなんですよ、オーストラリアに行きたいっつって。あ、なんか言ってたね、うん、あ、そうだそうだ言ってた。いや、まあ夢はでっかくだからね。いや、だから本当にそういうのもっていろいろ僕はめっちゃ覚えてますね。あ、確かにね、そうだね、うん、でもいい子だったね、うん、いい子だったし、あ、頑張ってほしいなっていう子ではあったね。いや、そうですよね、いや、本当にそう思いますよ。で、一応まあパッションさん、まあ我々ね、その体育会系だけじゃなくて例えば文系2021年、そうだね、あったね、まあまあ、ここもまたそれがいいとこだよね、ネクスターの、はい、試食させていただいた回もあるじゃないですか。ああ、天ぷら、そう、天ぷらね、あっちはどこの学校だ、工業高校、沖縄工業、もし、浦添なんですか。あ、浦添だったっけ、浦添工業高校、そうそう、料理科、調理科、はい、調理科か、そうそう、わ、行ったね、はい、すげえカメラ回ってないところでめっちゃ食ったね、みんなね。スタッフ全員でやったら30分ぐらい食ったんじゃない？ここぞとばかりね、めっちゃ美味しかったね。日本天ぷらとうちの天ぷら、そうなんだよね、そう、そこがまた絶妙だったよね、うん、もちもちしすぎず、うん、カリカリしすぎずって、あの新感覚のね、食感が良かったね。どうする、うん、リカさんといちかさんの2人なんですけど、この8月に和食グランプリっていう全国大会があって、うん、それで、まあ、優勝した。そうだよね、トラブルを乗り越えて日本一になったの覚えてます？そうそうそう、その大会当日になんか
なんだって忘れ物したとかだったっけ。まず飛行機が遅れたんですよ。そうだよね、飛行機遅れて、はい、うん、でさらに来た時にあの荷物がない、荷物がないんだ、そうそうだよね。で結構他の学校にも協力してもらって借りたとかなんか集めてなんとか調理できたみたいな話じゃなかったっけ。いやそうなんですよ。だよね、それを乗り越えて日本一ですからね。すごいね。いや日本一に輝いた天ぷら美味しそうでしたね。2021年は学生の活躍はさることながら、番組では沖縄で新しくできた社会人チームもご紹介しました。パッションさんは覚えていますかね。できたチームに行った回覚えてます。できたばかりの社会人チーム、あー、アメフト。アメフト、うん、なんか沖縄で初だよね確かね。そうです。あ、去年の11月に行った、うん、琉球ガーディアンライオンズっていう社会人チームも、うん、沖縄で、まあ、初のチームで、その後またチームできたりしてるんですけど、まあ、その中であの紹介してもらったのが岡原智くん、大学生の、そう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 、はい、ラグビー出身だよね確かね、うんうん、ラグビー大学でもやってたってことで、ね、ね、はい、いや素晴らしいですよ。まあ智くんもそうなんですけど、やっぱり代表覚えてます、めっちゃ個性的だった代表。なんかもう急にあの いつうちに入りますかみたいな。危ない危ないこいつと思って。そうなんですよ、新庄さん、新庄さんがさっきの話、やっぱアメフトの人はみんなパスなんか狙ってるんですよ。いやいやいや、いきなりね、防具借りていいですかって言ったら、もうなんかトライアウトスタートみたいな。俺大学でそうだったよ、矢部さんとりあえずアメフトやってみようかみたいなこと同じこと言われたもう20年越しやらねえつうの。結構マジでどんどんさせようとしました。そうそう、2021年は小学生から大学生まで計36名の新しいネクスターをご紹介しました。ジャンルもバラバラで、我々もいろいろなことも体験させてもらいましたね。沖縄にもすごく、なんだろう、全国に発信できるぐらいのポテンシャルの持ってるネクスターがたくさんいるってことだよね。いや、そうですよね。そう、3年近くやってきたけど、やっぱ未だに、あ、こういうネクスターもいるんだみたいなとかさ、やっぱ驚かされるもんね。そうですよね、うん、いや、よかったです、うん、だからやってて楽しいよね、こっちね。2022年も沖縄中を駆け巡り、新しいネクスターを探していきますので、応援のほどよろしくお願いします。さあこの後はマサマジックのチャレンジマジックに、2021年の反省点を振り返ります。世界から注目されるマジシャンマサマジックが県内各所に出向き、学生に向けてランダムなアイテムで即興マジックを披露する挑戦企画、マサマジックのチャレンジマジック。前回に引き続き室内からサプライズもお届け。今日皆様にお見せするのはこちらのトランプカードを使って、ちょっと変わったあのマジックをやってみたいと思います。カード全部バラバラです。大丈夫ですね。じゃあ中村さんいいですか。はい、何でもいいです、好きなカード1枚引いてください。何でもいいですか。はい、こちらで。そこに大きく大きく自分のサインを書いてもらっていいですか。あ、後で見てもすぐ分かるようにサインしてください。はい、サインします。よいしょ、よろしいですか。ハートのように中村さんのサインいただきました。このカードも1枚しかないです。はい、じゃあもらいますね。今からこのカードを僕のこの携帯の中に瞬間移動させます。はい、大丈夫ですね。僕らグルじゃないですね。はい、1枚しかないです。このカードが中に入っていきます。じゃあちょっと難しくするのでお願いします。手を携帯のようにこう押さえてもらっていいですか。こういう感じ、はい、そのままグッといきますよ。ワン、ツー、スリーってやると中に入りました。今え、消えました、カードが。ほら消えちゃう。ちょっと手を開けてもらっていいですか。はい、ちょっと見えます、皆さん携帯、この携帯を振ってやると見えます。この中に1枚のカードが四つ折りになって出てくるんですよ。見えます。ちょっと面白いのが見せてくださいね。こう動くんですけど、何もないですね。見えます。これそのまま親指でこう取って、こう
持ってくるじゃないですか。1,2,3でこうスライドしてやると1枚のカードが出てくるんですよ。本物、現実になってこのカードが中村さんの先ほどサインしたカードだったら大きな拍手でお願いします。 Impossible? I'm possible. It's amazing! サプライズ大成功。次回もあなたを驚かすこと間違いなし。これで僕のマジックは以上になります。皆さん最後まで楽しんでいただけましたでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。 See you next time。 新時代情熱応援番組ネクスターズ。今回のネクスターズは2021年を振り返る総集編&反省会スペシャル。2021年にご紹介したネクスターはリモート出演を含めて60名、さまざまなジャンルのネクスターをご紹介しました。そこでお次は2021年の反省点をファッションさんと一緒に振り返り、今年に生かすべくいろいろ考えていきたいと思います。じゃあ一応ちょっと僕気になったところを見ていただいたので、ファッションさんちょっと見ればいいのね、はい、イヤホンをつけていただいていいですか。はい、やっぱ反省するところ多いかなって思ってるんですよね。まずですね、トランポリンの回ですよ。あ、これもあったね。はい、まあ、通常だと今みたいに高く、飛ぶんで、まあ、何かしら簡単な技を体験したじゃないですか。ここをしますよ。なあ、幼稚園生でもできるんですよ。でもこれはでも俺やっぱでも高難易度だと思いましたね。これはどっちの方がいい。そうだね、ちょっともう呆れてるもんね。そうそうそう、ゆめらさんも取りそうじゃないですか。で、お次ですよ。あー、まあ、くん。やっぱフォワードの選手だったらシュート、もうこれはもう、そうだね。止められないですよね。うん、でこの後ですよ。もうよ、あんたもプロだよ、プロ。まあ半分にして2つで守ろうってことですよ。よし、よろしくお願いします。すごい。これスケット呼んどいてね、ちょっともうちょっとなんか邪魔っておりました。ね、またリュウト君ですよ。で、競合対決、これもね、まあ、歩きか、歩きだったら勝てるだろう、ね、こういうのが一番一生懸命ですからね。そこが仕事だよ。ここの蹴りが一番うまい。走ってますからね。なるほどね、はい、っていうのをちょっと思ったんですよね。そうだね、まあ、結論から言うと反省点ではないね。お、うん、むしろ演出だよね。あ、自分の中で作って、あ、まあまあまあ、ちょっとね、作っちゃったかな。演出という割には結構本気でやっていたと思いますが、これからも全力を尽くすと言っているので、2022年はいろいろな意味で期待したいですね。ということで今回はここまで。来週も2021年の総集編&反省会を行います。さらにプロデビューを果たしたネクスター2人とリモート座談会を行います。次回もお楽しみに。そしてこの放送をもう一度ご覧になりたい方は沖縄テレビ公式 YouTube をチェック。過去の放送や未公開シーンもあるかもしれないので、気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。